27番静谷雄介、24番日吉太一、15番清水俊馬、35番角田翔生、29番久保田樹、久保時となっていますが、19番手までが参戦をしているかなという状況ですかね。どうでしょうか、最終コーナーから立ち上がってまいりました。さあ清水俊馬もいますね、角田翔生もいます。この決勝には出てこられたようです。第1コーナー入っていきまして、2コーナー間たちは大きな混乱はなさそうです。まずはトップに躍り出てきました。2番手にはマッドクロック、これは3日賞ですね。3番手に津端と予選の時とは違う展開になりそうです。4番手に古谷、5番手には岩田歩夢、6番手に金本喜恵、ここまでが1段、7番手は酒井優良を先頭に長と長い人になっています。オープニングラップ FP ジュニアクラス、2コーナーで接触がありました。2コーナーで接触がある。1台ストップ、もう1台はかなりドロップをしてしまった。カーナンバー31番の山本瀬名がアピールをしています。そして2コーナーから悔しがりながら立ち上がってまいりましたのはカーナンバー20番の藤原恵美子です。トップは清水英二郎、先ほどまでと違う展開になっています。2番手が柴田圭司ではありません。三田賞、ここからがかなり長いレースになっているので、競り合ってくれれば清水英二郎は楽になるし、逆に追いつかれると予選の時のように2台で逃げるというわけにはいかなくなります。このあたり三田賞以下、3番手4番手あたりのドライバーたち、どのようなセッティングを施しているのか。コーナーから立ち上がってきます。さあ、旗が振られていますね。あ、FA カードのカラーリング、一体静谷雄介でしょうか。5コーナーのところで止まってしまいました。5コーナーのところで1台止まってしまっています。上位陣はトップ7に形成されています。先ほどまではトップ6だったんですが、そこにカーナンバー4番のトップ7が形成されています。3コーナーからの立ち上がり、さあ、木旗が振られています。4コーナーでは絶好のパッシングポイントですが、追い越しは禁止です。まだ静止止まるドライバーが止まったままになって乗っていますと思っていますけれども、今からドライバーの退避が行われる模様です。ホームストレート、序盤の近づき合いからそろそろ3番手、4番手あたりが動き出した。競り合っていて前を逃がしてはいけないけれども、前のペースが上がらないならパスするしかないという感じ。現在は3番手、4番手の柴田健介と、そして古谷優雅とのバトルになっています。ここが入れ替わるかどうかなという雰囲気。さあ、古田優雅思い切って飛び込みたいが、2コーナーギリギリのところで入るところまでは行きません。後ろも見るだけに下手な動きは取れないでしょう。トップ4が形成されています。5番手の岩さんには前からは少し離れた状態で、5番手、6番手、7番手と水友へ、6番手には金本、7番手には酒井と続いています。少し離れまして第2集団のトップ、8番手は松崎慎吾、9番手には26番をつけています大木和樹、若干大きなドロップをしてしまいました。その後ろに杉本修馬と佐久間正光がつけています。さらに離れまして佐々木春人、トップ4、その後ろに3台、さらにその後ろに4台、単独、3台、そんな形になってますね。最終コーナーから立ち上がってくる。さあ、序盤から中盤へと入ろうかというところ。4番手の古谷、なかなか飛び込めない。逆に第2集団の中で動きがありました。
坂井優良が金本をかわしまして、ワンポジションがアップです。坂井優良6番手、前からはちょっと離れましたが、勢いがあればまた追いつくでしょう。一方、トップ集団の中でじりじりと行きたいんだけれども行けないんだよなというのは、現在4番手、ターナーが32番の古谷優雅です。完全に間合いはもう飛び込む間合いにあるんです。2コーナー行けそうなんですが、あと一歩というところで踏み切れない、そんな雰囲気。6コーナーからの立ち上がり、最終に向かってトップ4バトルが続いていますが、さあここに来て清水栄一郎がちょっとペースを上げ始めたか。2番手に行ったショートの間に隙間ができ始めます。現在1周回数は10周終了、レース3分の1終了というところで、トップの清水のタイムは33秒13、新田が33秒17、柴田が33秒18、0コンマ0何秒という世界ではありますが、わずかに清水栄一郎の方が速いタイム。清水に対して勢いという指示が飛んでいます。さあそして通常のドライバーに対して星マークが提示されていますね。あのメカニックが提示している黄色い星マークは一体何でしょう、何の暗号なんでしょうか。いろんなピットサインが出ておりますが、さあ古谷優雅がついに動いたか。6コーナー立ち上がりからインガードラインだが、6コーナー入れない、入れません。3番手4番手入れ替わりはない、いける場合で速さはあるんですが、古谷優雅なかなか飛び込めない。でも守りに入っていけば表彰台は務めません。コーナーから3コーナートップ単独になりつつある清水栄一郎、このまま逃がしてしまうのか。2番手には塚田健司、3番手には新田翔と、ここは入れ替わりまして塚田が追い上げている状況なんですが、塚田は33秒2、先ほどの周回で新田をかわして清水を追います。本当だったら塚田もっと早く新田翔をかわしたかったと思うんですが、こちらの方もなかなか入れ替わりはありませんで、からやっと追撃態勢ということになります。予選の調子を見ていますと、清水栄一郎を終えるのは塚田だけかなという感じの、そんな雰囲気を持っていました。速さがありました塚田、何より去年の実績があります塚田健信です。トップ4は2番手に躍り出ました塚田、前を追っていきますが、3番手とは離れて行きつつあるんですけれども、まだ清水栄一郎を奪えるというところまでは行きません。一方第2集団5番手争いは坂井優良を先頭に岩田優雅、金本喜平とここは変わってきています。坂井優良も昨日の練習走行の時の評判から言うと、もっと前の方でトップ集団の中にいても不思議ではないくらいのドライバーなんですけれども、現在5番手、この後ろには岩田優雅、金本がいます。少し離れまして単独になっています。松崎慎吾、さらに離れて杉本修馬を先頭に3台のバトル開始です。さあレースは2回目で過ぎました。16周終了、残り周回数は14周。さあここに来て、おー、にわかに詰まってきました。トップ清水栄一郎と柴田健司のタイムギャップがこの周回一気に縮まってきました。がミスをしたのか、塚田が気を吐いたのか、雰囲気から言うと清水がちょっと伸びなくなっているのか、ミスしたかというくらいの間合いになってますね。後ろの新田翔太も古谷優雅も近づいていますから、これは清水が苦しくなってきたか。
集中集中、4コーナーから5コーナージュニアカテゴリーのこのレースはどこのレースも結構な進行どころになり、最後の最後まで長い列が続くというのがよく見受けられるんですけれども、今回このトップ4が詰まってくると5番手以降も追いついてくるということも考えられます。そうなると長い集団で後半戦から終盤戦を戦っていくことになるんですが、現在18周を終了、残り周回数12周。さあトップの清水、決して逃げ切りは許されませんでした。後ろから迫ってくる翼謙信が迫ってくる、三日翔と古田優馬も完全にトップ4が一段になります。大橋選手を祈るように体を通したのが3番手の三日翔、4番手序盤から速さはあるんだけれども攻め上げていた古田優馬もまたチャンスが出てまいりました。入った、4コーナー手前バックストレートで翼謙信インサイド、6コーナーのクロスなどはなさそうか。そのまま翼謙信が先行します。セカンドスタートチームなの翼謙信、チームメイト同士の対決、ここで前に出てきます。落ち着いてます。2コーナーで入りました。しかしアウトサイド1つ遅れた、アウトサイドに遅れた、横並びになって3コーナーから立ち上がってくる、後ろから新田翔も行く、新田翔4コーナー、どうだ、これはアウトが入った。翼に軍配、翼、新田、清水、古谷というオーダーに変わります。清水一郎3番手ドロップ、最終コーナーから激しくなってまいりました。残り周回数は9周、レースは終盤、2コーナー新田翔入る、古谷優雅も入る、立ち上がりはどっちだ、新田と古谷それぞれ成功。そして4コーナーでは翼謙信返していく、翼トップに戻る、新田が2番手、新田6コーナーに対してはちょっとだけ内側を伺いましたが、そのまま戻ります。翼、新田、古谷、清水、そしてやはり追いついてきました、5番手以降、坂井、岩田、金本、トップ争いが7台の集団。やはりこうなる FP ジュニア、最後の最後までわからないバトル、またメンバーが増えました。残り周回数8周、トップは翼謙信、開幕戦のウィンナー清水英二郎は現在4番手、3番手に古谷優雅、ホームストレート立ち上がってきます。カーナンバー16番の翼は開幕戦を悔しい思いをしています。このまま駆け抜ければ今シーズン初優勝で初表彰台、新田翔も同じくです、新田翔も同じく、そして3番手の古谷は連続表彰台ということになります。さあ古谷にまだスピード的に余裕がありそうな、そんな雰囲気、ただちょっとパッシングがね、先ほどまで手こずっていました古谷ですから、後ろを振り返っていますが前に出られるかどうかは分かりませんけれども、速さは持ってます。3番手の古谷、残り周回数は6周です。まだ分かりません。4コーナーバックストレートエンド、さあこのトップ7の中では6番手の岩田よりはちょっと苦しくなってきたか、前の坂井岩から離れます。最終コーナーマシンが暴れる、それをねじ伏せていく、残り5周、祈る壁を見つけた、体を倒すとして古谷さん2コーナーに入った、2コーナーで入った古谷優雅、さあ今日は中国四国地域勢なのか、古谷優雅レーシングチームヒストリー2番手浮上、後ろからしかし4コーナー清水英二郎入った、新田翔のインサイド飛び込んで古谷の後ろにつきます。古谷が若干後ろを意識したラインになったことでほんの少しですがスピードが緩んだところ、後ろから清水英二郎が仕掛けていきました。古谷の後ろにいた記録を落とします。残り周回数は4周、トップの翼謙信はこのバトルで勝負あったか、監督になりました。
あとは2番手争い、最速4番手にドロップした清水英二郎にもまたまたチャンスが巡ってくる。新田翔にも、そして第2集団で走った高井優奈にもチャンスがあります。2番手争いが6台のバトル、残り周回数は3周。2コーナー上がって入っていきます。古谷優がスピードはありました。最後のスパートはどうか。後ろを気にしすぎると失速を招いて飛び込まれかねない。 KT はいかに滑らかにロスなく走らせるかというところが一番重要です。終盤焦らず落ち着いて最後まで勝負をかけていくのは誰なんでしょう。残り2周、今もう単独は、そして2コーナーで新田翔が動いた。2コーナーで新田翔が動く。清水英二郎が前に出て3番手に浮上。そして清水英二郎は4コーナー返したいがこれはダメ。後ろから酒井由良に疲れた。酒井由良に疲れた。6コーナーでは清水は若干タイトのライン。酒井由良もインバーから存在感をアピール。最終コーナーから立ち上がってまいります。これがファイナルラップ。本日のラストレース ST ジュニア、最後の抜きどころ2コーナーでは誰も動けない。スマートは監督、2番手も安全圏脱出古谷、3番手争いだ。4コーナー銀河を守ったのは新田、クロスを取りに行ったのは清水、後ろから3番高井由良。6コーナー、うーラインは変わるんだけど立ち上がり順位は変わらない。最終コーナーから立ち上がってカーナンバー16番椿健心、2番手古谷、2000連続表彰台。3番手新田翔は今シーズン初表彰台となりました。4番手清水英二郎、しかししっかり入賞。5番手には酒井由良、6番手には岩佐歩夢、